どうだった？町の封鎖は解かれていない。住民は皆町の東側に避難しています。レオは？向こうで水尾ちゃんが見てる。さーて、そろそろ誰かさんが私たちをとっ捕まえに来る頃じゃない？松永です。ナイトレーダーの処分については現在上層部が討議中です。相応の覚悟をしておいてください。分かっています。処分が決定するまでナイトレーダーはその場で待機。やはりまだこのニュータウンにアンノハンドが。 CIC です。しかもその波形は異常な振幅を示しています。何が起こってるんですか？アンノウンハンドの闇の中で何かが成長しています。アンノウンハンドは時を風に仕掛けてくるでしょう。すでにレンにメタフィールドを張る力はない。次は未曾有のビーストを相手に市街地で戦うことになります。おそらくそれがレンの最後の戦いです。そんな。私はレンが好き。レンの未来がどんなものでも私の気持ちは変わらない。ずっと変わらない。僕には何もしてやれない。見ていることしかできないのが悔しいんです。変わってやれるものなら。人の人生は肩代わりできない。家族でも恋人でも友達でもどんなに大切な人間であっても。だからこそ
人は心を尽くして人と絆を結ぼうとする。見ていることしかできないのなら見ていてやれ、最後まで。水尾、メモレーサーって正確にはどんな記憶を消せるの？ビーストとウルトラマンとそれにまつわる記憶。どうして？水尾の仕事のことあんま聞いたことなかったから。なんか温かい飲み物作るね。ビーストとウルトラマンとそれにまつわる記憶。じゃあディナミストのことも忘れる？何してたんだ？考えてたんだ。光はなぜ俺のところに来たんだろうって。同じことを考えてた人がいるよ。同じことを？姫はジュン、君の前のデュナミストだ。俺はこの光を得た。この光の意味が何なのか、お前を助けた時俺は感じたんだ。過去は変えられないが、未来なら変えることができるかもしれない。ねえ、光はもしかしたら人に託された希望なのかもしれない。だから光は人から人へ受け継がれていく。光は受け継がれていく希望。ファイルを完成させた。ラファエルと医療スタッフが城北大学病院でレンの到着を待ってる。本当ですか？ねえ、すぐに病院へ向かうんだ。あいつらの
いいかレン、この状態で戦えば君は助からない。行くんだレン、早く。できる。レン、必ず戻る。過去のあらゆるビーストの攻撃能力を備えていると思われます。最強のビースト、コードネームイズマイル。
レン、レン聞こえるか、レン、光を信じろ。光。光は人に受け継がれる希望。俺は戦う。俺は生きる。生きてこの光をつなぐ。ありがとう。さよなら。名前なんて言うの？ねえねえ、名前は？俺千住蓮ね。ここ来るの初めて？水を。僕たちはそう信じた。でもあの時、僕たちは蓮を離れた光が誰を訪れるのかまだ考えてもいなかった。そしてそれに続く恐ろしい出来事も。
列を作って目を伏せて歩く。この時代勝ち残るのは狂ったタフな人らしい。例えば僕が安心できる居場所どこにあるのでしょう。明るでずっと騙してきたわけ。嘘だ。なぜ北米本部より入電。ここで編集してはいけない。